神奈川県人権啓発センターです、えーと。今日も啓発動画なんですけども、今日のテーマはこれです。鳥取ループ自転車への公開質問状。えー、2019年2月20日。で、ブラック解放同盟全国連合会からまあこれがね来たんですけども、この団体については詳しくは。 東大阪市荒本の探訪動画をご覧になるとわかりますえ公開質問状を出す理由についていろいろ説明してあるんですけどもここは省略しますで自転車への質問まあ自転車というのは神奈川県人権啓発センターの子なんですけどもえー、っとまあ、うん、トットイループとは何者なのかまあいろいろここに書いてあってですね えー、宮部達彦はブラ民クミンなのかというご質問なんですここはですねこれはもう,もう間違いなくあの私は、まあ、いろいろ書いてるんですけどねあのまあ結局どういうことかっていうとまあ私は裁判を起こされてねあの全国ブラク調査のブラクの地名載ってる本を出すなとかもうネットに載せるなっていうふうに言われてるんですけども。 そのね、解放同盟とかね、えー、あの、裁判所のロジックはですね、いや、解放同盟っていうのはこのブラック解放同盟全国連合会とは違いますよ。あの、全国連合会がついてない方のブラック解放の、名前が似てるんですけど、あの全然別団体ですから。まあ、その、ブラックの地名を公開するなっていうロジックはですね、 まあ言ってみればその本籍地だとかね出身地がその全国部落調査に載ってる部落の地名だったらその差別されるとかまあそういう理屈なんですねでまあ今一生懸命あの裁判所とかね解放同盟がブラック民認定をやってるんですけどもまあその基準っていうのがねえまあ本籍地だとか過去に住んでたあるいは今住んでる住所がその部落の地名だったらっていうことなんで。 まあその基準で言うと僕は当てはまるんですよねだからまあ間違いなくブラック出身ですよ、まあ、もうちょっと説明する、まあそういうのはねえっ、ー、とねあの埼玉のねえっ、ー、と川越を担保した時の動画でいろいろ説明しているのでまあそっちをご覧いただければと思いますちなみにこの質問状とね私の回答も全国連がね全国連の ウェブサイトに載せてまして、まあ、なんかその回答についてインチキだとか言われてるんですけども、いや、まあ別にインチキじゃないですよ、本当のことですからね。なんていうか、裁判所っていうのはね、もう今でいうとこのオブ行書なんですから、で、童話行政の時代は、解放同盟がブラックミン認定してたわけですからね。で、まあね、ブラックミンっていうのはまあ、 まあこれは一説ですけども、まあ、権力者、まあ、少なくとも江戸時代は権力者がそういう認定をしてたんで、いやだからそのお奉う様がね、童話だって言ってるんだから、そんな童話でしょ、ね、だから間違いなくブラックミンです、はい。じゃあ次いきます。童話地区ウィキについて まあね、あの、ご存知の方多いと思うんですけど、童話地区 Wiki ってネットで検索したら、まあその、非常にあの、部落についてね、あの、ものすごいあの、詳しい説明がされた、すごい学術的なサイトが出てくるんですけども。で、まあ、童話地区 Wiki について、まあ、作ったのお前だろって言われてるんですけども、まあ確かにね、私が創設者であるんですよ。ただまあ、なんというのかね、 うんまあ、そこについて、今あるものについては、ですねもう大衆運動化して、ですねあの真のブラック解放を願う無名の投資がおののの意思でやってることっていう状況です、まあ、本当にそうです、なんかこう、結局、大元がウィキペディアと同じシステムなんで、ウィキペディアもあちこちコピーされてるでしょ、だからまあ、ちょっとそういう状態になってしまってるんですね。あとネットトの電話帳っていうまサイトが あるんですよ、まあ、あの住所でポンとも言われる、えーまあ、電話帳、そのまま検索できるという、すごい便利なサイトなんですけど、まあ、そのことについて、なんかなぜか知らないけど、全国連が反応してまして、でもまあ、そういうこと聞くのはね、やっぱしあの、全国連もね、なんか関係人物一覧載せられたんですよ、あの僕はやったんじゃないですよ。 た多分ね、あれ、解放同盟なんかもあのあの載せてる名前とか全部調べてるんですけど、全部ね、全部、全部ではないけど、まあもう99%近いですね、そのくらいは、その解放新聞のね、インターネット版とかなんか、あと、よくそういう市民団体って、署名、署名簿をネットで公開してたりするんですよ、そういうところに名前と所属書いてあるんで、それを元に調べたと。ででまあ住所でポン使ってその まあ開放同盟の何々支部だとねだいたいどの辺に住んでてどういう名前ってわかるからそれを電話帳で調べてリスト化していったんじゃないかだから全国連も多分そういうふうにやられたっていうことはねうすうす気づいてるんじゃないかと思いますだからまあ全国連のね関係人物一覧も多分ねそういうふうに作られたんだと思いますでまあネットの電話帳あの電話帳検索サイトなんですよなんでその 地域別のね名字一覧とかそういうものまで出てくるんだっていうふうに、まあ、書いてあるんですけども実はですねえっ、ー、と「日本政治語源辞典」っていうサイトがあるんですけどまあそこをね研究してる宮本陽一さんっていう方がいましてあのものすごい名字の研究者で、まあ、その方がこの、えー、住所で本をすごく評価しましてですねでまあその名字の研究に資するためにこういう地域別のですね 名字の一覧ってい,うのを載せていま,すまあ電話帳もねまあそういうプログラムで処理すればそういうの作れるのでまあそれだけのことですあとあのブラック探訪ですね差別をなくそうブラック探訪っていうまあそのブラブログとあとはあの YouTube のナレーション付きの動画ですね、えー、ブラック探訪動画についてそういうことをについてですね、うん、やってることはもう 所じゃないかとつまりそのブラック民を調べためにート調査をできるような状態にしてるんじゃないかっていうふうに言ってるんですけどねあのそこはもう何度も申し上げてる通おりあの啓発動画ですのでだいたい更信所はですねブラック差別解消推進とかですね差別をなくそうとか呼びかけたりするわけがないだろうとまあそういうことですあとブラック致命相関をどう見るのか うん、どう見るのかですよね。まあ、ブラク地名相関っていうかね、あの、全国ブラク調査についてどう考えるかっていうところなんですけども、まあ、全国ブラク調査っていうのは、ブラク地名相関の元になった資料と見てもう間違いなんです。それを丸写しして、まあ、あと、まあ、全国ブラク調査は古いんで、それを坪田義次という人が、あの、図書館でいろいろ研究してですね、あの、現代の地名を調べたと。 ただこの全国部落調査をねもうちょっと調べてみると明らかにその部落でないつまり昔の被差別部落江田村そういうものとは関係ないところが載ってると大阪なんかねあの日本橋の電気街なんかも載ってるしあとあの具体的な例だと広島県の呉市の山手とかですねあと鳥取県の倉吉市この天神川沿いにたくさんあ部落っていうかまあ童話地区指定された場所あるんですけども そういうのもまあ全国部落調査に載ってることは載ってるんだけどもあの他の文献で歴史的経緯を調べてみると明らかにそこは部落じゃないんじゃないかと。であとやっぱり全国部落調査っていうのはね戦後の童話対策事業なんかのたたき台になったと思うんですよ。であとはあのオルグって言ってですねえまあ解放同盟とかねそういう。 同和団体というのがまあそもそも最初同和団体を設立するにあたってそういう部落というものをに拠点を作っていくのでまあこの全国部落調査をもとにいろんな部落を訪れてでそこに多分あのピンポンしてですね当時ピンポンあったかどうか分かんないけどとにかくそのその地域の人にこういう運動をやるからっていうことを伝えてでまあ組,組織していったとまあ全国部落調査はですね ブラック差別に使われたっていうよりはですね、こういう童話地区指定のたたき台資料というかね、そういう使われ方をされていることは、もう間違いないです、これは。あとまあ、解放同盟、その他童話団体が、自分たちのね、ブラックごとにこの支部というか拠点を作るために利用したと、これももうほぼ間違いないでしょう。だからまあ 全国連とかね、解放同盟も言ってるんだけども、こんな差別にかしか使えない資料じゃないかっていうて、んなことないですね、差別以外のことの方がよっぽど使われてると思いますよ、まあ僕は、童話事業とかそういうね、解放同盟の活動自体が差別じゃないかというふうに疑ってるんですけど、あとはなぜこんなことをするのかっていうことで、まあいろいろ勝手にね、私がどういう人間なのか推測してるんですよ、その中の一つにですね、えー。 なんか、宮部の父親は教師で、解放同盟から球断されたことがあるっていうと、これは全然、なんか出所が全くわかんない話ですね。あの、そもそも教師じゃないですしね。別に球団されたことっていうのもないですね。ということで、その点については違います、ということです。まあ、この全国連にしてもね、あの、解放同盟とかですね、よくツイッター検索するとね、集団ストーカーとかいうふうに、あの、言われたりするですね。まあ、ああいうのは妄想なんだけど、 まあ私なんかもうあのリアルで集団ストーカーされてるような状態でまあいろいろなんか私の身辺調査してねなんか共産党つながってるんじゃないかとかねなんかいろいろ調査してるみたいなんですけどねうんでもまあ少なくともこの全国連の言ってることは間違いですだからそのね卑しくも。 フラッグ解放運動団体というものがその人の身元調査をしてねその結果が間違ってるっていうのはどういうことなんだっていうことですねあと差別・球団闘争の撲滅が真の目的なんじゃないかっていうふうにそういうふうに書かれてるんですよねまあこの全国部落調査っていうかまあこういう部落のね地名を調べるっていうことは別に悪いことじゃないんだっていうことを既成事実化してですね 差別、球団闘争というものを、ね、撲滅しようとしてるんじゃないかと,ということなんですけども、まあ、ここに関してはね、もうあの隠すからこそ暴露することは意味を持つということです、この点に関してはですね、えー、なぜ部落を探訪するのかという動画をご覧になれば、そこで説明しています、そういうことです。あと、部落問題入門を入門し直したらどうかと。 差別はあるという認識なのかないという認識なのか、何もあるに決まってるでしょ。そんなね。役所がね。部落民認定してですね。その。何言ってみれば、なんか江戸時代の身分制度を復活するようなことをしてですよ。そのそういうことをやってること自体がまず差別じゃないですか？ だから、僕、ブラック探訪してるとね、あのすごいブラックに対する、ね、もうもう差別発言っていうのは、実は結構聞くんですよ。っていうのもその、なんか解放同盟なんかはね、なんか全国の相次ぐ差別事件とか言って、あの本出してるんですよ。あんなもん、生塗り話でね、あの解放同盟っていうのは裸の王様ですから、あんな同盟員に、あからさまに差別発言する人ってなかなか少ないんですけど、いや、僕に対してはね、あのボロクソに言ってくる人いますね。 まあ、例えば、まあ、ここで例を挙げてるのは、ブラク民は近親結婚で血が濃いので特徴的な赤ら顔が多いとかですね。ブラクではヤクザ組織での親の上下関係が学校内での子供の上下関係になってるとかですね。交通違反をしてもブラクに逃げ込めば警察も怖がって追ってこないとかですね。ブラク民に逆らうと鎌や滝荒りを持って集団で襲ってくるとかですね。まあ、そういう感じのことをね、僕もね、言われることがあるんですよ。 柄、まあ、悪いとかね、あそこの部落に行ったら、カツ上げされたとかね、そういうのとか、ね、まあ、車盗まれたとか、まあ、そういう話があるんですけども、ただ、その、こう差別っていう、ね、ことだけでもちろんね、その部落の人間が全部そういうものだっていうことはなくて、それを一般化するのは差別だっていうのは確かにそうなんだけども、じゃあ、なんでこういう話が出てくるかと、一体出どころはどこなんだっていうことになると、 その辺で、こういう全国連とか解放同盟とか、あと行政とかも、私もあの見解が異なる部分なんですよね。まあ、近親結婚云々っていうのはね、あの明治時代の資料には確かにね、そういうことが書いてあるんですよ。えー、これ、結構ね、歴史とした行政仕様だったりするんで、そのブラック、ブラックっても地域性があって、近親結婚多いって言われてるのは、奈良とか、ねあ、奈良が一番多いっていうふうに書いてありますね。 明治の政府も、そういう部落の環境改善は必要だと思ってたはずなんで、そういう資料にそんな嘘っぱちを書くわけがないんですよ、だから、そういう近親結婚が多かったっていうのは、確かにね、全部の全部が全部じゃないけども、事実である地域っていうのはあると思いますただね、そういう近親結婚の影響がね、そんな何世代も続くっていうような風にはね、僕、聞いたことないんで、まあ、ここい言うのはもうそういう歴史的事実があったと。 いうふうに、あのドライに捉えたらいい話じゃないかと。それが今続いてるかどうかっていうことは、まあ、そのね、違うっていうことをちゃんと説明すればいいんじゃないかと思うんですよね。あと、ヤクザ組織の親の情報、ごめん、これ、本当に僕聞いたんですよ。あの <laughs>、うん <laughs>、いわゆる、あのスラムっていうか、そういう。 ブラクっていうのは全部全部すさんでるわけじゃないんだけども、荒くれ者っていうかね、そういうのが流れてくるような地域、これはもブラクっていうよりはまた別のカテゴリーなんですけども、ブラクに限らず、なんかこの辺はから悪いとか、再下層地域だとかね、ヤクザが多いとかいう地域あるじゃないですか、まあ、それがたまたまブラクだった場合に、まあ、こういう話が出てくるんですよ交通違反をしてもブラクに逃げ込めば、警察が追ってこないっていうのはですね、いや、これは本当に。 ガチでなんか大阪市のあたりではあったと聞いてるなんかこれは複数の人が言ってるんでねだからこれはんていうのかな警察が差別してるっていうことなんでだからそういうのこそもうまさに権力者による差別なんであのこれね全国連とかねあの戦っていったらいいんじゃないかと思うんですよちゃんと部落も平等に取り締まれとだからまあ部落に対してそういうあのボロクソに言う人いるんだけども ほとんどは何かしら出,の出どころのある話で、で、大体いいその解放同盟とかの球団とかね、そういう過去の過激な活動、あと、すごく不透明な童話行政、実際、童話行政に絡んですごくこう、おかしなお金の使い方があって、で、アスカ会事件みたいなね、大きな事件もあったのは事実ですし。 八、まあ、日高校事件っていう、まあ、皆さんご存知かもしれないあの YouTube で「八日高校事件」で検索したらその時の記録映画見ます出ますけどもそういうブラック解放運動団体がそういう暴力的なね過激な活動をやったっていうこのまじれもない事実でそういうことがあるとやっぱブラック民に逆らうと鎌や竹やりを持って集団で襲ってくるみたいな話になってしまうわけですよね。 だからこう,いう運動団体の皆さんはこういうね、なんかこう、いつまでもね、行きがってですね、こういう各球団だのね、なんかこう、闘争だとかね、まあ、そういうことを言うのはやめてですね、もうちょっとですねこの平和的な運動しようと、そういうふうに変えていかないと、まあ、こういう。あの 解放運動への反発から、そういうブラックというものはこういうものだっていう偏見が出てしまうという、まあ、そういうことは避けられないと思います、まあ、ただ、中にはね、やっぱりね、ブラック分の血は嫌だとかねあの、すごい差別的なことを言う人いるんだけど、な,なんかそういう人になるとね、もうこ,これですか、これ。あの、まあ、どこでもいるでしょ、なんかそ陰謀論者とか、だからあの、ほら、世の中ねあの、エセ科学とかなくならないじゃないですか。なんかあの 水水素水がどうだのさあとなんか子宮がんワクチンなあんなもんなんか WHO からなんかもう完全にねあいつら頭おかしいからなんかこう人類の敵みたいな使いになってるわけでしょだからそういうあのエセ科学というかねこう非科学的な考えに染まってる人っていうのはどうしてよもよ一定数出てくるんでまあそういう人はもうくるくるパーなんでもうまあどうしようもないとまあ冷ややかな目で見てりゃいいと思うんですよねあと結構 結婚差別への差別的見識を謝罪撤回せる。この辺ね、なんか言いたいことはよくわからないんですよね。なんか全国連に言わせるとですね、なんかその、婚約の前には必ず堂々と出身を告げ、それで態度を変え,変えるような相手とは、こちらからお断りしなさいという。いや、いやこれはね、素晴らしい考えだと思うんですけども、 いやこの辺についてはそ,のそもそも差別的見識っていうのが私がいった何のことを言ってるのかよく分かんないでどう何とも言いようがないんですけども少なくとも全国連のねとかね、まあ、解放同盟なんかもそういうところがあるんだけどもその出事を明かすっていうことはですねあの解放同盟に入っているとか全国連に入っているっていうこともまあ必然的に明かすっていうことだと思うんですよ多分。 でまあ、全国連ねあの、何度も何度もあの球団状を送ったっていうふうに、ここに書いてあるんですけれどその球団状の中にですね、確信犯には実力球団も辞さない、やってもいいんだ、胸の使いを取っ払い、思いを解き放つこの、そのような大衆行動こそが今求められるっていうようなことが書いてあったんですね。いやだかからそその部落出身とかねう、まあ、ういう ことよりもなんかこういうことをね、豪語するような団体に所属してるっていうことの方がはるかにインパクトあるわけじゃないですか。で、これはあの、解放同盟にも言えることで、あの、まあ、裁判しててね、解放同盟員からもうどんどんあの陳述書が来て、こんな差別された身近にね、親戚なんかこういう差別を受けたっていうようなことを送ってくるんだけども、 でもそれほとんどはね、だだかかららっていううより解放同盟だからでしょうやっぱりその1970年代、80年代、まあ、童行政の頃に、もう解放同盟っていうのは、まあ、力を持ってる一方で、ものすごい批判もされてたんですよね。だからもう、その悪名っていうのはですね、北海道までとどろいてるんですよ。まあ、これについてはあの 加計川氏の橘晋市の探訪動画の中でもちょっと触れてるんですけどもだから解放同盟っていうのはそのブラック解放運動団体っていうよりはもうこのんというかね特殊なイデオロギーを持った団体でで過去に事件も起こしてるといろんな事件を起こしてるとでそれでも全然反省しないと反省しないっていうのは具体的に言えばそういうメディアなんかがね過去のこういうブラック解放運動に関するような事件を取り上げたら なんか逆ギレして、もうちょっとあのあの取り上げ方を考えろみたいなことを、必ず、ね、送るんですよ文でだから、まあ、そういうところでそ、自分らは悪くない、お前らの伝え方が悪いんだっていう、すごくこう自分たちでね、ちゃんと反省するっていうことはできない団体なんで、だからそういうところの構成員だから、ね、嫌われるっていうのはまた違うと思うんですよ、ブラック差別とは。 だからまあ人に謝罪とか撤回とか求める以前にね自分たちがその社会の中でどういうふうに位置づけられてるのかとブラックミンだからっていう以前に自分たちのね,そのね運動団体としての在り方っていうのはねある意味そのまあ浅田理論って言ってねブラックミン以外はみんな差別者だと。 世の中の中人々を敵視してるわけじゃないですかだからその一般民というかねその、まあ、日本国民というかその民衆というものを敵視してる団体がじゃあ自分たちは差別されないで仲良くしてもらえるっていうのはそれはすごく甘い考えでしょうだからブラック民以外みんな差別者まあそこまでいかなくてもブラック差別っていうのは世の中に広まっても世の中差別者だらけだみたいなことを言うんだったら。 そういう人と仲良くしたいってね、いろんな人は思うのかと、まあ、そういうあたりをよく考えて、反省するべきじゃないかと思います。ということで、本日の啓発動画でした。